Good evening, everybody. Thank you for coming. はい、今日はちょっと皆さんとお話ができる。また暗いかもしれない。私前、はいはい。今日はですね、ちょっと私インタラクションをしたいなって思ってまして、いつもいっぱいいっぱいでこうウェーブすらできないでやっていて本当に申し訳ないです。もうね、なんかね、皆さんが早く寝たいだろうなっていうのもすごくあって、でこうまとまりがない人なので話がついつい長くなって、ヘイヘイの時もすごい長く引っ張ってしまったことばっかりだったんですよ。懐かしいメンバーも来てくれている、ありがとうございます。はい、じゃあ本当にちょっとですね、ウェーブやってるとまた私不器用なのでいろいろできなくてすいません。でもし私が何もしなくても本当申し訳ないんですけど、でライブで言いたかったこととかあったら、ぜひね、ライブ終わってから次の投稿とかにしていただけないですかね。そうするとすごく私ありがたいんですけど、なかなか皆さんお忙しいから、実際コメントをねわざわざ書くっていう時間は本当ないと思うんですけど、でもすごくありがたいので、ライブの時言ってたこういうのってって、結構問い合わせの方が多いんですけど、感想をすごいいただけると嬉しいです。はい、じゃあ今日はですね、前回やり損ねた子供が喜ぶ、絵本の読み聞かせっていうので、これは私サイドなので、すいません、今日はちょっとコメントで皆さんで交流したいなと思ってるので、もしかしてちょっと30分以上かかっちゃうかもしれないんですけど、お休みになる方はもう本当にそのまま退席されてください。よろしくお願いします。で前回お母さんに読んでほしいっていうお子さんの気持ちを受け止めてあげるのが私はいいと思いますっていう話をしたんですけど、ちょっと私の一緒に、結構親しくされてる方、多分ロックかかってると思うのでお名前はちょっと控えさせていただくんですけど、お嬢さんがすごくお母さんと一緒にですね早口言葉をやってる親子の方がいて、でそのお母さんの話を聞いて、ね、ああトトコさんありがとうございます、すごく、同じだなと思ってるのが、やっぱりそのお子さんもお母さんがこう頑張ってやってる姿に感動して、私がお母さんを助けてあげるんだっていうお子さんなんですね。多分この見てる方で知ってる方は知ってると思うんですけど、もう本当にそのやり取りが私と娘の小さい時にそっくりなので、私大不安でいつも見てるんですけど、なのでやっぱりですね、お母さんに読んでって来た時には頑張って読むお母さんで私はいいと思います。っていうか、お母さんが別に先生になる必要はないし、それを求めているわけじゃないと思うので、で今日はその先っていうのをちょっと考えるんですけど、前皆さんとやった時に Oh yes っていうこの喉を開けるっていうのをやったと思うんですよね。でいろんなキャラクターが出てくる本を読む時に、やっぱり声を変えてあげると実際子供はすごく喜ぶんですけど、あんまりこの自分の喉が詰まるようなぐらい緊張しないと出ないような声にしないで、この間言ったこのリラックスして読める範囲の中でありがとうございます声を変えてもらうっていう風にするといいかなと思います。はい、で抑揚大げさにっていうのはもう多分皆さんやってると思うんですけれども、どうでしょうね、やっていますでしょうかね。今日はちょっと抑揚大げさにする本っていうのを用意していなかったです、すいません用意していなかったのであれなんですけど、セサミストリートなんかが一番いいかなと思うんですけど、セサミストリートも今日すいません、今日ねライブを皆さんとすごいやりたくって、ライブの本ばっかり用意していたので、ちょっとですね抑揚のある本がないんですけど、またセサミストリートは別の機会に皆さんとこうシェアしたいなって思っているものなので、ありがとうございます、忘れてた方すいません。今なのでぜひね、前平平に出てた方は多分セサミみんな持ってると思うんですけど、そうじゃない方もよかったらセサミストリートの辞書は本当にいいですね。でちょっとですね抑揚っていうので、これ抑揚多分つけられるので、ちょっとこの
この本を多分私あげてると思うんですけど、ありがとうございます、とそこさん。そうなんですね。へいへい、そうそう、仁かなさんはもう前からのメンバーです。あ、ごめんなさい、お話しするって言ってたのになかなかゆとりがなくって、ですね、ねえ、これ、ね、リロンリロンとか鳴ってくれると私気づくんですけど、この本を例えばちょっと抑揚をつけて読んでみますね。ちょっとこの絵と字は見られないので、リスニングになっちゃうんですけど、こんな感じですね。 Once upon a time, there was a little mouse。 このナレーションのところは一番自分が読みやすいトーンに下げて読まれると、なんていうんですかね、自分の緊張っていうか、この日本人なのでどうしても喉が閉まっていきがちなんですけど、ナレーションで自分の一番カンフォータブルゾーンをキープするっていう感じなんですね。で、この後ですね、 I'm so boring, he said. I do not want to be me. こんな感じですね。だからちょっと抑揚つけて、で、これネズミさんのところに魔法をかけられるハチさんが来るっていうお話なんですね。なので Peace boss, a magic bee appeared. I can help you, she said. Awesome, said the mouse. I want to be pink like a pig. こんな感じです。Like a pig. だから、このなんて言うんですか、すいませんね、ウェーブがしててなかったら、かなり大げさでしょ。なんかもうちょっとネイティブの人だと、私はネイティブの声はやっぱりネイティブじゃないので出せないんですけど、なんでしょうね、本当のネイティブの声ってやっぱり英語がちょっと、なんて言ったらいいのかわからないんですけど、カラフルっていうかだと思うんですけど、そのネイティブの声はカラフルなんですけど、こんなに抑揚はないと思ってます、私は。で、ここ続きいきますね。 OK, said the magic bee. Bees boss, she made the mouse pink like a pig. かなり大げさでしょ。 Awesome, said the mouseI want to have wings like a butterfly. Okay, said the magic bee. Bees boss, she gave the mouse wings like a butterfly. こんな感じです。だから、これぐらいの大げささ。Awesome, said the mouse. I want to have a tail like a peacock. Okay, said the magic bee.Bees boss, she gave the mouse a tail like a peacock. Awesome. もうちょっとやめますね、時間かかったんで。なので、これぐらいの大げささで読んであげるのが、子供が実は喜ぶ読み方だと思います。これはもう娘が本当にそういうふうに言っといてと言われたので、それを今日伝えましたね。これが私の言っているその抑揚のある大げさな読み方ですね。で、だんだん慣れてきたらいろんな声をやってあげるといいんですけど、まあ、基本的には3種類ぐらいの声を自分で使い分けるって感じで、1種類って、一番最初の1種類っていうのはナレーターの一番自分が話しやすいところですね。だから自分で読むときに Oh yes, oh yesOh yes, okay, so this is a tone that I feel really comfortable speaking English. このトーンっていうのをベースにして、まあ、ちょっと高いのとちょっと低いのとっていう感じで3種類ぐらい。いえいえ、そんな、全然そんなことないですよ。そういうふうにして面白くて、この抑揚をとにかくたくさんつけてあげる読み方をするっていうのをぜひですね、試してみてください。またちょっと読み方っていうのは別にね、やろうと思うんですけど、今日は忘れなかったのよ。今日は忘れ、あ、みかほちゃんありがとうございました。もうそんな赤ちゃんいる人はもう本当に全然大丈夫ですね。本当にここにいる人、多分ほとんどの方が読んでると思うので、ぜひですね、この金沢先生の
ょっと熱い思いをですね、今先生これモシナルの2も書いてらっしゃるんですよね。私なんかちょっとなかなか忙しいのもあるんですけど、なんか出るのを楽しみにしていたいなっていうのもあって、あんまりちょっとあえて見ないようにしてるんですけど、先生すみません。本当に英語はやっぱり音から、そして耳と口をもっとたくさん使うっていうことをね、この先生もおっしゃってるんですけど、私も本当にそうだと思います。で、もう一つのアカウントの楽しいニューホライズンの方で、どんどん私が中学生の子たちにビデオを出しています。で、その中にもしかしたら勉強されてるお母様の参考になることもあるかなと思うので、もしよかったらそちらの方もぜひ見てください。今日出したのはケアレスミスをどうしたら減らせるかっていうことと、あと本物のリスニングをするにはどうしたらいいか。本当に今小学生のお子さんいる人、もうあっという間に中学です。で、中学は大体の先生が教科書を全部板書させます。最初の予習で英語ノートっていう特別なノートをもらうんです。多分260円ぐらいするノート、学校からもらってくるんですけど、そのノートに、ごめんなさいね、ウェブしてない方、全部ですね、そのユニットを書かなきゃいけないんですね。で、それ書いてる時何にも考えないでほとんどの子が書いてると思います。だって授業何にもしてないから、授業何にもする前の予習がそれを書くことなんですけど、それを何にも考えずに書くなんてもう超もったいないっていう話を今日のニューホライズンの方のビデオで15分でしか出せないんですね。1万人以上にフォロワーがならないと1時間以上のビデオっていうのはライブ以外では出せないっていう厳しいインスタグラムのルールがあるみたいで、私はなので15で出してるの、よかったら見てください。はい、じゃあ、どんどんいきます。今日はですね、ライムを皆さんにお伝えしたいなと思って、前回ライムを教えお伝えしたのがニューホライズンの方のサイトの方で、この2つの本のことをお話ししていて、多分見てない方は、ニューホライズンの方見てない方はこの本も見てないと思うんですけど、このクモンの本が980円ぐらいで Amazon であるんですけど、これが一番最初の、これごめんなさいね、鏡文字になってるの分かってやってますけど、ライムですね。で、ライムっていう、ものっていうのはフォニックスと結構ごちゃごちゃになってしまってると思うんですけど、基本的に中学生の方でも言ったんですけど、ライムは一つの単語を二つにバシッて切る感じっていう風に覚えておいてください。なので例えばなんですけど、 afternoon みたいなああいう文字っていうのはもう完全に after と noon で切れちゃうんですね。あれはライムにはちょっと長すぎるんです、極端に言うと。で、ライムになるとしたらそれこそ after と noon です。で、 noon っていうのは noon じゃない、皆さん。で、そのヌーンの最初がムになるとムーンでしょ。その後ろにスプっていうのがつくとスプーンっていう感じ。この展開、これがライムなんですね。で、これは3つの文字が主流なので、例えばちょっと今カラーの部分がですね、私切っちゃってるのであれなんですけど、こういう感じですね。ペン、メン、ヘン、テンっていう感じになってるんですけど、この3つの音っていうのはフォニックスでもあるんです、極端に言うと。っていうのはこのプ、エ、ンっていうのはフォニックスの基本の26 letters の音なんですね。プ、エ、ヌでペンですし、ム、エ、ヌでメンになっているので、この3文字っていうのはフォニックスでもあります。なのでちょっと質問をされたんですけど、これはフォニックスでもあるんです。ただこのライニングワードってこれも書いてあるんですけど、これ見ていただくと色が違ってるでしょ、ここがね。ごめんなさいね、皆さん本当に送ってくださってる方、この EN っていうところが結局ここでペアですよってことなんです。で、ライムの私が、おすすめする、大人の方がライムってふーんって思われたと思うんですけど、ライムの辞書をこういう辞書がありますっていうのを紹介してるんですけど、ニューホライズンの方でもあります。こんな2つもあるんですね。で、これ買った方がいいのかっていう話になると、結局ですね、中身っていうのはこんな感じなんですね。こんな感じですね。で、一番上に meet ってあるんですけど、要するに eat って音がここに eet も eat だし、それから ete も eat っていうことになってるんですね。ちょっとですね、これ写し、こっちに写しますね。すいません。
ですね、ちょっと一つ考えてた場所がありまして、こういうことやるのにいいだろうなと思ってこういうふうにしますけど、ですね、今言ってたこの meet ですよね。でこの辞書を見ると et と ete っていうのも同じ音ですっていうのが書いてあるの分かりますよね。でもし英語勉強されてる大人の方がこれを使うんでしたら、この中の自分の知ってる単語に線を引くみたいな感じです。だからこの中の単語を全部知ってる必要ってないと思うんですよね。っていうか知らないのありません？私いっぱいありますよ。多分Pete なんて What do you say? What's the meaning Pete? って感じなんですけど、まあ Defeat とか Cheat とかこの辺は大体、まあ、分かるとしても Bleat What is it? って感じなんですけど、なのでこの中の単語を覚えようとして、 まさかこれを辞書で引いてこの下にこういう意味とかって言ってやる使い方は全然おすすめじゃないです。ただ私がいいなと思うのは、あ、Eat ってEat と Eat と確かにこの3つの音全部 Eat だな、よし次行こうみたいな感じで、あのこのライムの辞書っていうのを引くと、意外なものと意外な、あのなんていうんですかね、あれが一緒なんですよね。もうこれだと Six と X っていうこの音、これは一緒ですよね。でそういうふうに言われないと、ああ確かにねっていう感じの発見があるのがこのライム の辞書の面白いところなんですけど、これは、ジュニアの方なので、ちょっと上のライムになるんですね。でさっき言っていたカバさんの方なんですけど、これはですね、子どもたちがすごく好きな遊びっていうのが入っていて、これがネイティブの子たちが結局やっているライム の遊び方なんだなっていうのでちょっと紹介しますね。これめちゃくちゃ好きなんです、子どもが。これはですね、タイムを測って やるといいですよ。小学校の先生とか見てたらぜひですね、あのタイムが大好きね、子供は。とにかくタイムさえ測ればとにかく早く読もうってするんですね。でこれの訓練っていうのは結局このオップっていう音を口で何回も言ってることになるんですね。これニューホライズンでも言ったんですけど、例えばフォニックスのエっていう音を覚えるのに、エアポーってアンポーだけじゃなくてアリゲーターとアントみたいに3つぐらい言ってあげると、この口がこのアっていう音を単語を通して3回言うことになるんですね。これアンポーでずっと言ったらかなり孤独なので、あのごめんなさい、あのできなくなっちゃうと思うんですけど、この、ライムは今度後ろの音を同じことやってるんです。さっき言ったのは A で前の音じゃない？で B だったら B B で、例えば Ball、Banana、Bat って言ったら、ほらもう B の音が3つ言ってることになるでしょ。でもこのライムをやるときも同じで OP っていう音を何回か言うんです。そうするとこれすごくいいでしょ皆さん。 Mop、Top、Hop、Pop、これ早口言葉みたいなのをやってみると分かるんですけど、で、あの何回も子供はやりたがるものですね。モップジョで、これ迷路になってるからちゃんとこのなんていうの、ただこの通りに言うだけだったらつまんないでしょ4つを。でもこれはモップトップホップポップの後どっち行けばいいのっていうのが、あの迷いがあっていいんです。カードゲームと一緒だから、自分のタイムは自分の英語の能力を測っているだけじゃないって子供が思えるんです。で、あ、ドッグ行っちゃったブーブーって、さっきのあの私の大好きなピンポンブーってやると子供があーって言ってモップトップホップポップあーって言いながらこうやって、これがすっごく楽しいあの遊びになるので、あの本当にこれは本当に面白いですよ。 ありがとうございます。面白そうですね。本当に面白いです。だからあのぜひですね、あのお子様向けのなんか英語教師やってる方、あのライムがやっぱりですねすごく大事だなって私思います。口をどれだけ英語の音を口に言わせたかっていうのが、私は特にちっちゃい時の英語には、あ、ピンポンブー買いました、よかったです。もう本当ね、ピンポンブーは最高なんですよ私の中では。でこれをあのこれもねお伝えしますよ。私はまあこういう仕事をしているので、あのラミネート機を持ってるんですね。でラミネート機があると何がいいかというと、こういう感じでこの本を切ってでカードにすることができます。でこのカードにしてあげて、例えばカードゲームをするとか、先生が at
って言ったらこの at 以外の例えばこの rat とかそういうのを 4つとにかく英単語が一つの音に対してあるので at って言っただけでもう cat, rat, mat, hat みたいな感じで子どもたちがカードを取るっていうことがあのこんなワークブックなんですけどそういう遊び方もすごくできますね。でこれが一番基本のライン。で次のラインっていうのが、この本をまた持ってきますけどこれがうちの教室でやってる次ですね。これは vowel っていうのが入っています。long vowel っていうのは、いわゆる a を a と読んだり、i を i と読んだりってやつですよね。長母音とかって言って習うからややこしくなるんですけど、アルファベット読みをするんですよね、母音だけは。で、それが入ってますよっていうのがこの本になりますね。これもやっぱりラミネートでこういう感じですね。これ見ると分かりますよね。最後の Y は I で終わるから Cry, Fly, Sky, Fly っていう感じですね。 Fly, Fly を使い分けるっていうのはちょっと大事になってきますよね、これはね。で、この次だと多分ニューホライズンでやったと思うんですけど Ain っていうの、Plain っていうのがニューホライズンの中に出てきてるのでこれは Main, Lane って言って待ってください。あ、これはメインの方じゃないですね。Hey, Bay, Day, Play の方ですね。Hey, Bay。で、これちょっと一つ お伝えしたいのが、ライムっていうのは基本的にスペルは違ってても、They're rhyming っていうふうに言うことができます。なので、この場合ですけど、実はこの Lane と Train、Ain っていう意味では、この2つはライムしてることになります。本の中では。ただこのクモンに関しては同じスペルを探すっていうことになってるのでライムの中ではなんて言うんですかね、日本人の子供にとってとても楽なライムになります。っていうのは音だけ、音が共通してればこのトレインもレインもメインも同じライムですよって言われちゃうと結構そのスペルがごちゃごちゃになってきちゃうんですね、日本人でやっぱり勉強してることを考えると。でもこのクモンの本のおすすめはスペルをこうやって同じものを探しましょうっていう感じですね。これだったら今 AY だから同じでしょ。で次だったら EE で同じですよね。でここに今ある EA っていうのも本当は EAT って読むものなんですよね。でこれなんですけどもしこれを私がフォニックスで言った場合にはこれは H と EA と T の3つに分かれちゃいます。Eat、 これがフォニックス分けです。でもライムの場合には H と E の間にしかスラッシュが入らないので Eat になります。でこれと結局あここにあるじゃないって思ったと思うんですけど Mu Eat ですよね。これも M が変わってるだけで EAT で一つの組で、この Eat って実は I eatBreakfast の eat じゃないですか。だからそのライムの方が分割する数が少ないので小さな子供にはライムの方が分かりやすい、それから外国語として勉強する人たちにもライムの方が分かりやすい。特にこの同じスペル OSE OSEOSE っていう風にスペルまで同じライムの場合は特に分かりやすいっていうことがこの次のステップでやっていることなんですね。でじゃあ、ライムってどんな風に生かされてるのっていう風に思われると思うのでこのアズボンっていうのの本をここにまたちょっと出すんですけどこういう本なんですけどこれ全部教育書なんですよね。だからまあ作家さんがいるっていうのではないので、まあ、一応いると思うんですけど、まあ、あまり教科書とは厳しくないのでちょっとこうお見せしていいと思うんですけど Fat Cat このところに私はこうやってライムしているところに線を引いてあげるんです。そうすると同じ色なので子どもたちは at at っていう音が出ているからこれも at だなっていうふうにピンとこう来るんですね。で in the park で pop barks で r っていう音がここに入ってますね、うん、arc ですよね。
こういう感じの本っていうのは、実はさっきの読み聞かせの、あの話に戻っちゃうんですけど、子供にはですね、このライム、It's late, it's dark, go to sleep, sorry, barks pop. Some sheep can't sleep みたいな、このイープイープですよね。で、これを何歳ぐらいの時にこう、なんていうかね、読む方に持っていくかっていう、またなっちゃうと思うんですけど、私は読みたいって子供が言うまでは絶対に私が読むっていうぐらいの方でいいと思います。お母さんが私が読むのよって言ってやってると、子供がですね、私が読みたいのって絶対なるんです。でもまだ I'm not ready っていう状態の時に子供に読んで、読んでみないとかってやっちゃうと、もうね、子供がね、もうなんかそのプレッシャーで読むことが嫌になっちゃうっていうケースの方がはっきりってあると思うんですね。さっき話してたタングトゥイスターの親子の方がいるんですけど、本当に私そのお母さんと付き合いが結構長いので分かるんですけど、お母様がタングトゥイスターを一緒にやられてるんですね。で、お母さんがやると絶対そのお嬢さんが私もやるのって、私の方がうまいのって言ってこう来る。まさにうちもそうだったので分かるんですけど、だからこういうのを紹介すると、あ、じゃあこういうの買って、うちの子も ORT も読めるから、こういうのも読んでもらおうかしらって思う方いると思うんですけどね、ORT もね、だから本人が読みたいってなるんだったらいいんですけど、本人をじゃあ本人が読みたいってどういう風にしたら本人が読みたいって言うんでしょうかっていう風になると思うんですけど、それはですね、お母さんがもう本当に楽しいっていう気持ちで、あんたに読まれるより私が読みたいのよって言って横で読んでいるとですね、必ず子供はですね、奪ってでも読もうとするっていうことになりますよ。本当にそれは、もしそれがないんだったら、それはそういう素直なお嬢さんでいいんだと思うんですけど、うちはですね、なんかこうやったらとかって言って素直になんか親に言われたから、はいはいっていうタイプでは全然ないので面白そうなんですけど、うん、なのでこのシリーズも、アズボンのシリーズも本当にいいです。これはフォニックスが、これもね、題名だけであれですけど、ビッグピグオンアティグでイグイグイグっていう風になってて、このフォニックスもベーシックなフォニックスなので、同じスペルの、ライムが基本になってると思います。なのでこうやって色分けをしてライムをこうしといてあげると、本当に本人が読みたいってなった時にすごくですね、本人が読みやすいです。これは読ませるためにペンで印をつけているわけではなくて、本人が読みたいって言って読んだ時にいかに読みやすくしてあげるかっていうのの、まあちょっとしたアイディアですね。で、ちなみにこれが、私がおすすめしたいフォニックスの、ディクショナリーになるんですけど、さっきちょっとですね、どんなものがあるかっていうので、チェックしておいたところがあるのでお見せしたいんですけど、例えばですね、フォニックスのルールの中にこんなのもあります。 Silent Letters っていうので、ほら皆さんが知ってる、あ、そうそう、読まない K ってあったよねっていうのがこれですよね。ニーとかナイフとかっていう風になってるんですけど、こっちの例えばトークとかチョークとか、これも読まない L ですよね。こういうのも実はこれフォニックスのルールなんですよ。こんなにありますよ皆さん、フォニックスのルール。あと例えばですね、この辺ですよね、この絶妙な違い、Ur っていう音ですよね。Curl, Turn っていうところの、あと Ork, Ork。この R の音がついている、母音に後ろに R がつく音っていうのは、本当にちょっと勉強しないとなかなかこの差が日本人には出しにくいなっていつも思う音なんですけど、これもフォニックスですね。それからよく中学校の単語に、これってフォニックスっていうかライムにできないですよねっていうのがあるんですけど、例えばアップルっていう単語が、あるとすると、ちょっと待ってくださいですね、探してさっきチェックしてたんですけど、アップルだったかな、ありました、ごめんなさい皆さん、はい、アップルですね。これ2 syllable words with the final LE です。
これがフォニックスです。なのでこれ見ると middle apple って全然ライムはしてません。わかりますよね。でもフォニックスだとこの最後の LE っていうのの音がっていう音なんですね。 middle っていう感じ、 little っていう音なので、これは全部この同じグループに入ってくるのがこれだけなんですね。だからライムとフォニックスだとライムの方が簡単に音が自分の中に記憶されるよっていうのはここなんです。 apple, middle, little, turtle って語尾が全然違うので、記憶を助けるっていうところまでいくかなと私は思います、音で。ただこのスペルを見た時に読めるっていうのがフォニックス。だからフォニックスっていうのは文字と一緒に理解するもので、ライムは音だけで理解できるもの。この2つの違いはすごく大きくて、私は金沢先生のそのおっしゃっている文字に頼れば頼るほど耳が使えなくなるっていうのをおっしゃってると思うんですけど、私も同じ考えで、文字に頼らないで音だけでまず楽しむって考えると、あまり小さいお子さんにフォニックスをおすすめしないですね。でこの教材は私は一応高学年の子どもたちには勧めてはいるんですけど、実際にまだ教室ではこれ使ってもいないですね、高学年の子も。でこれが、私がニューホライズンで言ってきたボールっていうのは、実はこの ALL っていうのはこれフォニックスでもあります。なので、ニューホライズンの時に B と A の間を分けてブ、オー、ボー、ト、オー、トウ、トウですね、背が高いっていうのをトウとか、そういう感じで多分説明してたんですけど、実はフォニックスは O、ALL という塊で O っていうふうに言いますね。これは O じゃなくて O ってほったらかしの O って私が子供たちに言うんですけど、本当になんていうかルって音がほとんど聞こえないぐらいでボーっていう感じのこの子たちですよね、この、ペアです。だからこれを見るとあれこれライムじゃんって思うかもしれないんですけど、こんな感じ。あ、本の名前でごめんなさい、見てなかったです、すいません。ちょっとバックしますけど大丈夫ですか、皆さん。面白そうですね、すいません。じゃあこれですかね、有子みやこ様、このこれでいいですか、プライマリー。これの前だったらごめんなさいね、どれだろう、どれかまたちょっとコメントください。これがフォニックスですね。で、もう一つフォニックスではないんですけど、これライムの私がとっても好きな本で、ライムもマザーグース以外にもこういう本も出てます。マザーグースはこの本が私は一番好きな本です。これはグラファローを描いた人と同じ絵の人の本になりますね。これもう今あるかどうかちょっとわからないんですけれども、でちょっとどんな感じのがっていうと、これですね、このライムっていうのが本当のいわゆるライムですね。 Pussycat, Pussycat, where have you been? でしょ。And I ちょっと見えなくてごめんなさいね。I went to London to look at the Queen. で、in これは一緒ですよね。E-E-N なので。でも、Pussycat, Pussycat, what did you there? What did you there? I frightened a little mouse under her chair. Ear 見てください。E-R-E と A-I-R なんです。ね、なのでスペルが違っててもこれはライムなんです。だから本来のライムっていうのはこういうふうにスペルが違っていても音が同じであればライムですね。これはこのパターンは E、Me と EE が同じパターンですね。これはほぼほぼスペルとあれが同じパターンになると思いますけど、これもスペルとスペルっていうかこの OUSE っていうのが同じですよね。 There was a crooked man and he walked a crooked mile のところが against a crooked style になるので、これは音とスペルが同じパターンでしょ。で、Hey little little これも
同じパターンですね。皆さん多分分かると思うので、もうそんなにこれもう遅くなっちゃってるのでやらないですけど、これがライムがマザーグース入ってるパターンですね。でマザーグースはさすがにですね、歌にしているために本当に読みやすいです。でまたこれ読み聞かせのに戻っちゃうんですけど、子供はライムのある文章が本当に好きです。これはもう大人にはなぜなのかわからないんですけど、タングトゥイスターが好きなのと同じで、ライムのある文章が大好きなんですね。で、これはどんな内容かっていうと、これはもう本当にこういう感じです。ね、で、ライムしてるところっていうのは読んでみるとちょっとわかると思うんですけど、The top and the tip。例えば、まあこれですけど、Hair is the top of a person, a chimney is the top of a house.Arson、 まだライムしてないですよね。ここ A cover is the top of a book. The tail is the tip of a mouse. はい、来ました。 Mouse, house、 ここライムしてますよね。こういう感じです。今ここ2番目にあるのがイラストで分かりやすい。あ、よかったよかった。あ、こんばんは、金沢先生来てくださったんですね、ありがとうございます。 The top of the sky is a space で、この次のところですね、 The nose is the tip of the face ですね。で、こういうライムの本っていうのは今多分聞いていただいて分かったと思うんですけど、まさにチャンスを取りやすい文章っていうのがライムが入っている詩になります。だから私はちょっとまた皆さんとシェアするのが、このファーストリトルリーダーを私がメトロロームを使って読んでいるっていうのが YouTube に出てるんですけど、要するにインっていうか、このチャンスが取りやすいものっていうのが、お母さんもすごく英語を読みやすくしてくれるし、かつ、お子さんも聞いてて楽しいんですね。で、なんでかなと思うと、多分言葉を子供って歌みたいにして、なんていうんですかね、聞くことが好きなんだなっていうふうに思うんです。だからライムがいっぱい入っているこういう本の中の詩とか、それからさっきのマザーグースとか、それからまあタングトゥイスターなんかも同じ音がたくさん入ってると思うんですね。娘がちょっと出している早口言葉がポッドキャストと YouTube の方に結構あるので、イングリッシュアットホームイズファンっていう娘とマイケル先生がやってるので、ぜひ聞いてほしいなって思うんですけど、そこにねタングトゥイスターありますね。タングトゥイスターの面白さっていうのは、ぜひねお子さんに教えてもらってください。お子さんと一緒にやるとですね、なんでこんなにそれが楽しいのかなっていう感じでなると思います。で、今日ちょっと欲張りなんですけど、すいません、なんか皆さんとお話しするとか言っときながら自分がペラペラ話していて申し訳ないんですけど、ですね、もう一つご兄弟とかいる人もいると思うんですね。ちょっと私の今ここにいらっしゃってる方で、お兄ちゃんもちょっと大きいんだよってお母さん知ってるんですけど、下の子は小さくて、絵の辞典はそれこそ子供向けに買うと思うでしょ違うんですよ。この絵の辞典こそ中学生ぐらいの子から買ってほしいんですね。で、私は自分の教室でこの辞書も両方使っていて、今からどういうふうにこの2つの辞書を分けて使ってるかって説明しますけど、これはですね、実は私最初多分ねコストコかどっかで1冊買ってあまりにも良かったので、今うち7冊子供たちのために買ってあるんですね。それはもうアマゾンで買いましたので、その時はもう2000円ぐらいかな、今2500円ぐらいするかなと思うんですけど、この辞書どうやって私が子供たちと使うかっていうと、 OK open to page 15みたいな感じでこうやるじゃないですか。で、私は基本的にこの辞書をやる時には読みます。だからアリゲーターって言って、それからこの文章を読んじゃうんです。私が A large reptile that lives in swamps and rivers. Alligators eat fish and other animalsThat come close to the water's edge みたいな感じで読みます。で、子供たちはアリゲーターっていうのを聞いて、これをパッてもちろん探せる子もいるし、この絵でね、絵で、で、そうじゃなくて私が読んでいるその文章からアリゲーターっていうのを想像して撮ってる子もいるかもしれない。それはもうどっちでもいいんです。なんかもう私いつも思うんですけど、なんとなくわかるっていうのが逆に母国語
なんだと思うのね。だから子供がなんとなくわかるっていうのの方がむしろいいと思ってるんです。アリゲイターって聞いてワニでしょって、それなんとなくじゃないじゃない、なんとなくわかってるんじゃない、むしろね日本語にしちゃう方が。なのでそこでこれかなって言ったら You're right, great って言ってアリゲイターでもう言っちゃっていいんです。そこでお母さんがワニだね、さすがわかったねみたいにして日本語の世界に持っていっちゃうと、頭の中が、これ別のニューホライズンでも言ってるんですけど、アリゲイターのことを例えば子供がワニだよねママって言ったら、お母さんはサンドイッチしないといけないので Yes, that's right, アリゲイターって言ってあげてほしいんですね。でもしワニって言わなかったら言わなくていいぐらいで進んでいくっていうのが私はいいと思ってます。でこの前ですねこれやった時に、待ってくださいね、この辞書のおすすめは、一番のおすすめは動詞が絵になってるんですよ。で私は動詞を言う時は子供たちにアクションバーブっていう風に言うんです。でアクションカードの箱をパンって手で叩くと子供たちは先生アクションを言うんだな、まあアクションワードっていうので遊んでるっていうのもあるんですけど、それをすぐアクションって理解できるので、ウィーシング歌ってますか、そうぜひぜひ、サンドイッチねぜひやってください、本当に金沢先生嬉しいです。でこのベイクっていうのもさっきと同じです。私はベイクって読んでから、To cook in an oven or fire, pies, cakes and bread って言ってると、子供たちこの動詞に関しては分かると思うんですけど、ベイクって意味が分かんなくても cakes and bread and baked ってこの pies とか cookies とか言ってませんか。クッキーは言ってないね、クッキーは言ってないんだけど、この感じで oven とか言ってるじゃない、この文章で To cook in an oven っていう、これでもう分かる子はこれっていう感じになるんですよね。だからいろんな要素からこの絵のことを言ってるんじゃないかなって子供が分かるっていうのがこの辞書のすごくいいところです。かと思うとこの名詞に関してはそう、動詞こそ絵が欲しいんですよ、本当に。そう、あやなさんご無沙汰しています。バナナなんかね、これも普通なんですけど、バナナですね、 A tree fruit with a smooth thick、 このここの文章が良くないですか、 thick outer とか言うんですよ、これね、 thick outer skin っていう言い方で言う。だから本当にそのバナナはこの絵だけでバナナっていう風に、まあ、理解 してもいいんですけど、このやっぱり文章を読んであげることで英語をたくさん聞くじゃないですか。でとにかく英語をたくさん聞かせてあげるっていうのが、私は一番この英語を教える先生、日本人の先生でも外国人の先生でも子どもたちにしてあげられる一番最高のことかなって思ってるんですね。で形容詞なんかももちろんあるんですけど、この間ですね、やったのが子供がすぐ分かったのが afraid っていうのでしたね。この男の子の afraid だけで多分これで afraid ではいかないと思います、子供がね。でもここ見てください、 He was afraid of spiders、 もうすぐ行きましたよ。なんでかっていうと spiders っていうのがあるのはこの絵しかないから、この中で。なので結局その子は多分スパイラーズでこれに行ったと思うんですけど、 You're right, afraid って言われたら Oh, he was afraid、oh, Are you afraid of spiders? ってそういう時に聞いてあげちゃう。そのもう夫が日本語で言ったら、ああそれはですね、ぜひ私が言っていたというふうにしてですね、自分のことではないことにしてご主人様にですね言ってください。本当に大きいんですよ、日本語に訳しちゃって、ああやったっていうのの癖がずっと中学まで行っちゃうと、本当に長文読解とかも皆さんどうでした？私なんて長文読解なんて多分ほとんど訳してその文章をもう一回英語でなんて見直すっていう暇もなく、なんか訳しても勉強したわと思ってたタイプだったので、でさっき言ったみたいにそれです。だからこの文章の中のもののどれかでこの絵を選ぶっていうこともできるのがこの辞書の結構いいところですね。もちろん名詞はもちろんあるんですけど、さっき言ったようにこのバウンスとかもでここにあるじゃないですか、 bounce to spring up and down で、多分子供は up and down っていうところを聞いて
これっていくかもしれない。そんな感じの、これは辞書です。だから動詞を使うこのクックなんかでも見えますかね。ここね、クック、あ、見えてないですね。これですね。To prepare and heat food。これですよね。私が何かの時に多分言ったと思うんですけど、あ、クックはほら、あの火を通して作るものだからっていうふうに思ったのは、こういう文章を子供が見ていると、heat cook so that it can be eaten っていうことで、火を加えることはクックなんだなみたいな。そう、英語さんと違いじゃ、ありがとうございます。そうなんですね。はい、じゃあ次、これはまあそういう絵辞典で、ぜひですね、あの小さな子供っていうよりはむしろ中学生の子たちにぜひこの絵でっていうのをやってほしいなと思います。でもう一つ言ったらもう寝ますね、ごめんなさいね、もう遅くなっちゃう。これはですね、私がまた大好きなあの辞書なんですけど、これね、実は登場人物がいまして、このようにですね、ちょっとでかすぎてあれなんですけど、こういう感じで登場人物がこれだけしかいないんです、逆に言うと。でもう一つ、1500ワードで作られている辞書なんですね。でこの辞書は何がいいかというと、文章になっているんです。でこの辞書は、こっちの今の大きい辞書は子どもたちに買わせてないんです。重いので持ってくるのが。ただこれは家でも読んでほしい、見てほしいっていうのがあるので、子どもたちそれぞれ一つずつ持っているんですね。自分たち買ってもらってるんです。で、これは私は、この例えばですけど、Apple のところだったら簡単なので、Apple だったら Apple は読みません。これは、This apple has a worm in it。この文章と絵が完全に一致してる、辞書です。なので、あの文章しか読まないです。これは単語は読みません。例えばこれだったら、Thomas aquarium is full of fish. Full of fish って言って、子どもたちがこのトーマスとフィッシュと両方を聞いて、音でですね。でこれっていう風にして取るっていう感じのなってるので、あのこれはさっきのと違って単語を読まないで文章から絵を選んでもらう辞書にしてます。で、これ見てもらうと分かるんですけど、こういう辞書ね、これはあの本当文字数はとっても少ないので、文字数の少ない辞書っていうのはいろんな使い方を逆にできるんです。そして子どもが何回もそのあの同じ絵と文章を読むっていうことに使うといいんです。こういう辞書、さっき言ったこの辞書みたいなのは本当にその言葉をたくさん増やしていく辞書、これはもう本当に叩き台のようにボロボロになるまでいろいろな使い方をする辞書っていう感じです。このタイプでいくとセサミストリートはこっちですね。この今出してるこのタイプなんですけど、セサミの方が、多分ですね、外国語として小学校初めて英語教室来ましたっていう子どもたちには難しいと思います。なんかごめんなさいね、なんかボケてる感じがするんで、なんでこんなにボケてるのかしら。あれ、なんでボケてるの、どうやったら。そう、意味は書かれてないですよ。そう、日本語は一切ないです。それもすごくいいんですね。この辞書は絶対いいです。あ、ボケてないこれで、ね、いいですか。これなんかベストっていうのを表現してる、すごく良くないですか。でここ読まないんですよ。読まないで私は The best athlete wins a prize っていう風にしてるんですけど、ただこのEST っていう風に私がやってるのはどういう使い方をもう一つしてるかっていうと、今度は単語だけの方で行くときには私はこれをライムの辞書っていう風にも使ってます。だから Best だったら OK so let's find West とかね、じゃあ WS だからって言って子供がまたあの競争でこうやって探すんですね。この中で West 多分あったと思うんですけど、 WWWWWEST って言っていくとなかったりするんですよ、意外とね。あのね、本当に辞書としてはすごくあの単語数が少ないので、じゃあこの WIG でいきますね。例えばじゃあ WIG って言って、子どもたちが WIG って言って、この今度は字で探してます。その時はね、センテンスを読んで絵を探す、
字を読んだ時はもう本当にこの単語は簡単なのでウィグですよね。イーグ、イーグ、ピーグっていうと今度はライムの勉強になっちゃってくるんですね。で今度ピーグだからピー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 って言ってこう探して、で早く探せた子がピンポーンっていう風にやってすごい楽しくやるんですけど、ごめんなさい私が探せない、あ、ありましたね。ピーグ、イーグですよね。イーグ、ウィーグから今ピーグに来たじゃない。そういう感じでライムとしてやるときにはこういうふうに線を引いてあげる。そうするとこれなんかピンだからティンとかフィンとかっていうふうにどんどん展開していくんですよね。だから辞書一冊をどんなふうに使うかっていうのは本当に先生の工夫次第でいくらでも使えます。でこういう薄い辞書っていうのはやっぱり先生がどの音がどれっていうのを把握しておくっていうのは結構大切で、まあ、私はちょっとここに今あるんですけど、この赤い線を引いてるのはこの今の赤い辞書に入ってるものがさっきのクモンの本と連携させてます。だから、まあ、こういう下積みのような仕事はめちゃくちゃある仕事だとは思うんですけど、本当に先生されてる方がねもうこういう辞書をぜひ使ってやっていただけると子供は楽しいかなと思います。これカラーで絵がすごく面白いでしょ。そしてかつですねもう一つ三人称単数なんですね。ここ見てわかると思うんですけど、メリープレイズね、でウィリアム・ハーズ、基本的にはこのお人たちがここの人たちが出てくるんですよ。これは they だったり、まあ、2人だから they になったりね、they とか he とかってなってるんですけど、なので、三単元の s ってやつがですねもうところどころ入ってます。全てがほぼ三単元の s かこう過去形もこう入ってきてるんですけど、三単元多いと思いますよ。 buys っていう感じですね。だから三単元の s も中学校1年生で一番つまずくんですけど、結局どれだけたくさんの英文を聞いて、そしてその言われた英文を自分で真似してその文章を見るっていう、これですよ。はい、これですね。ことを何回するかっていうことでグラマーとかそういったものっていうのはだんだんですね身についていくところなんですね。でそれができない、そんなもう今から始めたばっかりなんです、中学校初めてなんですっていう方のために今回動画を出しているので、それを見てください。多分前こちらのライブでも言ったかもしれないんですけど、三単元には四角で囲う S、 三単元の S をね、で複数形は丸で囲むっていうのをおすすめしてます。それをやるだけで本当にケアレスミスは減るので、もし中学生のお子さんがいる方がいたらぜひやってください。で今日最後に、これをちょっと紹介しますね。このシリーズって皆さんこれすごいいいのでこれだけもうこれを紹介したら終わります。こんな感じでマグネットになってます。ただこれはすごく小さいお子さんにはちょっと難しいかなと思います。食べちゃうとかね曲げちゃうとかってなるので、やっぱりですねもう5歳ぐらいのお子さんになるといいかなと思うんですけど、これの面白さはこういう風にしてさっき言ったようにキャットって言って、じゃあ OK so let's change mat って言った時に子供がライムが楽しいと思ってる子はこうやってパッて変えてピンポーンっていう遊びができますよね。でじゃあここのところキャットでじゃあ今度変えようかって言って、これをやるときは私はいつも子どもたちと後ろからやっちゃうんですね。だから例えば OK let's make a word ending with app っていうふうにして、子どもたちがこの app っていうのを先に作ってからさっきみたいにまたOK, so what's this on? Cap とかっていう風に、あれさっきもアップしたんでしたっけ？ごめんなさい。そういう感じで後ろから作って前の音っていう風にやるのがライムで、そのやり方の方がいいです。前を決めてから後ろっていうのはなかなかですね子供が作れないんです実は。なのでAppだったらAppさっきやりましたっけ？もうこういう時に全然私頭が動かなくなるんですけど、じゃあ例えばAppっていうのだったら OK are you ready? Here we go wet って言ったら子供がペンってやりますよね。
Okay, let's change. Listen, pet って言ったら今度子供がこういうふうに変えます。こういうことをたくさんたくさんやることによって、この音は常にエットっていう音だっていうことがわかるんです。あ、遊んでますか？あ、よかった。今もうごめんなさい。のりちゃん、このマグネット、アマゾンよ。これもアルファベットの4歳の子供、そうなんです。アマゾンで、ありがとうございます。ちょっと皆さんの戻って見てるんですけど、はい、大丈夫ですか？なんか見落としてる人がいたら申し訳ないです。アマゾン売り切れちゃう、どうだろう、うん、このね、マグネットはもしかしたらそんなに在庫がないので売り切れる可能性があると思うんですけど、なのでこのマグネットもぜひですね、このライムを楽しむためにやっていただけたらいいなと思います。はい、はい、もうすごい遅くなっちゃったので申し訳ないです。ありがとうございました。今日はもうこれでね、おしまいにしたいと思います。で、次回から実はライムじゃなくて今度はですね、リズム音読をちょっとやりたいなと思ってるので、このシリーズ皆さん知ってますかね。持ってる方は持ってると思うんですけど、できればこの B アマゾンに走ってください。B ぐらいからやろうかなと思ってます。ただこれ本当に騙されたと思ってぜひやってほしいんですけど、この本当に簡単なものを文字を全く見ないでシャドーイングをするっていうことをしていくと、本当にリズム音読が自信を持って子供にも、それからよそのお子さんにもできるっていう人に私はなれると思いますので、ここでね、勉強してらっしゃるお母さんたちがありがとうございます。ぜひですね、その自分の周りのね、自分の子供だけじゃなくて自分の周りの子供たちにもこういう感じのね、英語を教えられるような環境ってあるといいと思うんですよ。でもね、実際ね、そんなにたくさんの子供はね、教えられないんです。本当に大事なので、自分の生徒ってすごく大事なんです。私もだからそんなにたくさんの生徒を増やして教えるってことは逆に私はできないんですね。その代わりもすごい大事に大事に子供たちを育ててきてるので、今ですね、2年生のクラスでもうここまで来てます。で、これはもうこのレベルになってます。こんな感じですよ皆さん。これをリズム音読できる子供を育てるっていうのが私の